8月24日、都内のイベント会場に多くの女子学生が集まった。これはガールズワンデーというイベントで、社会で活躍する女性の姿を見て、自分の将来を考えるための場だ。このイベントは人材会社と経済産業省とのコラボレーションで実現した。私たち経済産業省は、日本経済のために女性の活躍を応援しようということで、この100選という取り組みを始めてまして、経済産業省が推進するダイバーシティ経営企業を100選、多様な人材を経営に生かすダイバーシティ経営によって企業価値向上を果たした企業を表彰する取り組みだ。その狙いについて、経済産業省大臣官房審議官の西山啓太氏に話を聞いた。先だって成長戦略、日本最高戦略というのを政府として取りまとめておりますけれども、その中の非常に大きな柱というのがですね、まさに女性の活躍推進ということです。まさに今回100選で紹介をさせていただいている企業の方々は、それは社会的責任でやっているということではなくてですね、むしろご自身の企業の活性化、活力の源になっていると、我々もそういう意味でまさにこの、ダイバーシティ経営企業100選とか、あるいはそのなでしこ銘柄っていうのをですね、それをまたサポートする大きな施策として引き続きやっていきたいというふうに思っています。今企業の成長戦略として女性の力が注目されている。実際その勉強の観点ではなかなかできない、その技術を通して社会に貢献する。女性目線での商品開発はヒット商品を生み出した。ノズルをどうきれいにするかっていうところが、女性ならではの視点だったの、ニーズで視点だったのかな。いいものにはいいと思ってまずはやってみる。営業の分野でも女性の感性が光る。むしろこう喜びの方が大きいなって思いますね。ダイバーシティ経営に取り組む企業とそこで活躍する女性たちに密着した。先ほどのイベントに参加した日立製作所、男性比率の高い業界だが、ダイバーシティ経営の取り組みに力を入れている。国内で、その女性の活躍支援、かなり前からやってはいるんですけれども、もう少し目に見えるような形で成果を出していきたいということもありまして、あえて、2015年までには女性の役員を登用させてもらうということと、2020年までに女性のその管理職の方を1000人にするという KPI を設けています。そういう目標を定めることによってですね、しっかり計画的に取り組みを進めていくということに最大の目的を、持ってですね、やらせていただくと。2009年12月13日、鉄道発祥の国イギリスで新たな鉄道の開業セレモニーが開催された。イギリス国内初となる高速鉄道の車両からシステムまでを日立製作所が手掛けた。この海外でのプロジェクトに参加している井上由紀さん、日本とイギリスを毎月のように往復している。海外のお客様に対して、運行管理システム、鉄道のシステムを提案するという仕事をさせていただいております。もともと日本の国内でも、担当していたシステムでして、仕様の検討から、画面のデザインまで全て関わってやらせていただきました。ダイヤ図の方に関しても、画面のデザインなどを、お客様と一緒に検討したりだとか、現地のコンサルと打ち合わせを重ねて、どのような操作性がお客様にとって最適かっていうのを、一緒に検討してきたというものになります。昨日久しぶりの帰国をした井上さん、日本の仲間と交流する。どれぐらい期間行ってる？期間は1ヶ月、この間は1ヶ月半行ってました。
え、お昼ご飯は？お昼は、まあ、結構今ちょっとお客さんの評価やってるんで忙しいんで、なんか、まあ、買ってきて食べることが一番多いですけど、たまにコンビニとかないですよ。コンビニはないんだ。ないですよ。社食みたいなのなんで。ないないない、うん、なんか近くのマーケット行って、なんかその民族料理みたいな、なんかインディアンとか、うん、モロッカンとかも買ってきて食べたりとか。海外の仕事は異文化との交流、それだけに日頃気をつけていることがあるという。 Do you know the schedule of network rail? I'm not sure about the schedule. January week is 16th. Yeah, now今自分こういうことに困っていますだとか、こうしたいと思いますけどどうですかっていうのをこう自分から発信しないと、なかなかこう人からアドバイスをもらったりする機会も得られないので、まあ2年間かかったんですけど、少しずつ改善しながら自分から発信できるように努力はしているつもりです。大学の頃に、タイ王国の鉄道関係の研究をしておりまして、その時にスラムを回ったりだとか、そういった経験がありました。でその中でやっぱりその、今困っている人たちに対して何かできないかっていう思いが強くなりまして、その中で自分にできることは何かっていうのを考えた時に、自分の力はすごく小さいんですけれども、日立製作所弊社のようなところに入れば、何かしらの形で貢献できるんじゃないかっていうふうに考えまして、今の仕事をやらせていただいております。教育などにも力を入れてくださってまして、自分自身が仕事をしている中でこういうスキルが足りないなとか、語学でこういうことを学びたいなと思った時に、チャンスをくださるので、その中で自分が少しずつですけど、成長できてるっていうのを、振り返ると実感できる会社だと思っています。ものづくりの超人たち、女性が活躍する企業特集、ナビゲーターの住友真矢です。今日はコメンテーターとしてリクルートワークス研究所所長の大久保幸男さんと、株式会社イーウーマン代表取締役の佐々木香織さんをお迎えしています。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。経済産業省のダイバーシティ経営企業100選がスタートするなど、今ダイバーシティ経営に対する関心というのも高まってきていますし、企業側も力を入れてきていると思うんですが、このダイバーシティ経営の現状というのを大久保さん、どんなふうにご覧になってますか？国際的に見たら日本はダイバーシティはまだ進んでないですし、特に女性の管理職比率とかは世界各国の先進国が比べたら特に別低いですから、さすがにもう遅れすぎたぐらいなんですけども、そういう中でやっと日本も本腰を入れてやろうとしたのがこの一連の施策だと思いますけどね。佐々木さんも今横で大きくうなずかれてましたけども本当ですね。国金法ができたのが86年ですから、ずいぶん長い間この女性っていうテーマは日本の中でもささやかれてはいたんですけれども、やっと動き出したかなということですね。こちらにですね、ダイバーシティ経営を行うとこういった効果が期待できますというのをまとめているんですけれども、4つありますね。これはダイバーシティ経営企業100選を審査するときに、こういう成果が上がっているかというところを中心に見てるわけなんですけども、先ほど見ていただいた日立製作所の例では、やはり女性の方がおっしゃってましたけども、やはりチャンスを与えてくれるだとか、自分が伸ばしたいスキルの向上を会社がサポートしてくれるという面では、これはもうまさにモチベーションのアップということで、この4番目の職場内の効果ということが佐々木さんまさに考えられますね。先ほど のビデオを拝見していて一番重要だなと思ったのは、やっぱり目標設定をして数字を決めて動くことに決めたと、ここだと思うんですね。この問題に関しては総論賛成でも数字決めるのはちょっとっていう経営者が結構多いわけですね、企業の中でも。ですからやっぱりここに数字を決めて、とにかく そこに向かってできることをみんなでやっていこうという、少し高い目標と見えるようなことにも目標を立てる、この数字出すっていうのがやっぱり一番大きな効果でありやり方ではないかなと思います。また先ほどの日立製作所の例では、
今までのイメージから言うとこれはもうまさに男性の仕事っていうかエンジニアは男性みたいなイメージがあったと思うんですけど、そういった分野にこう若い女性が入っていくっていうのはどうですか。当然、まあ、数字的に言うと理系の女性がやはりまだ少ないとか、ね、様々あるのは事実ですし、しかし科学の分野でも医学の分野も含めてですね、エンジニアリング系というか理系、うん、女性もどんどん活躍できる場ですから、これから増えていくのではないかと期待しています。そうですね、まあ、理系女っていう言葉がある種流行語のようになってきてますよね。そうなんです、外資との提携以降ダイバーシティ経営に力を入れている日産自動車 COO の志賀俊之氏自らが陣頭指揮を取り推進している。そのポイントとは。実は日産自動車もルノーとアライアンスを1999年に結んで、その後日産リバイバルプラン、カルロス・ゴーンが来ていろんな改革をしていく中で、実はまあこのダイバーシティを推進することが日産の大きなその企業戦略につながっていくなと、まあ、強みになっていくなということを認識して、2004年にダイバーシティ・リバイバルプラン・オフィスというですね、その多様性を推進する部署っていうのを設置しまして、特にまあ女性の活躍を促進する活動を今やってるわけですけれども、実はこういう活躍を活動をしていく上で一番大きなのはですね、会社としてのコミットメント、あるいはそのトップがですね、非常に強い意識を持ってそれを推進していくということなんですけれども、車を選んでいただけるお客様のですね、意思決定の中に 60% ぐらいは女性の意見で選んでいただけるというようにありますし、まあ使われているお客さんも女性の方当然多いわけですから、そういう意味では女性の視点での企画ですね、やはりきめ細かい女性の方々が使いやすいような車の開発というのも非常に重要ですね。もう企業戦略として我々の意思決定の中にどんどん女性が入ってきていただくのは当然のことだろうと、そのように思いますね。女性消費者の気持ちを理解できるのは女性開発者。TOTO が行った1万人以上のお客様アンケート、ウォシュレットについて想像していなかった声が多数寄せられた。それは洗浄ノズルの汚れ、清潔性を不安視する声だった。ノズルの洗浄機能っていうのは開発始まった当初からかなり力を入れて洗っていたっていうことだったので、今回のアンケート結果を見てちょっと驚きました。ただ女性の視点から考えて見てみると、その不安だという声っていうのは納得できるなと思いました。このお客様からの声を受けてプロジェクトチームが発足。その中心人物が渡辺瑞希さんと浜北亜希さんだ。会社の中でも男性だともう十分洗ってるからいいじゃないって言われたりはしたんですけど、まあ、女性の方がそんなこと言っても本当に綺麗になってるかわからないじゃないっていう風な。ノズル舐めれますかっていうところからスタートだったんですよ。舐めれますかというよりは舐めれるのみたいな迫る感じですかね。あなた舐めれるの、舐めれるのそんなこと言ってるけどみたいな。でそれで男性側も折れたっていうのがありますね。まあそれがなかったら多分男性の意見でもしかしたらノズル綺麗はなかったかもしれないですけど、うん、抗菌とか菌に関してはここが抗菌であったりとかいろんなところは抗菌に菌にアプローチはしてるんですけれども、やはり見えないところっていうところはやったことがなかったので、うん、そのノズルをどうきれいにするかっていうところが、まあ、女性ならではの視点だったの、ニーズで視点だったのかなと。そこで注目したのがきれい除菌水。これは水道水を電気分解してできる次亜塩素酸という除菌力のある成分を含む水、野菜の洗浄に使われるなど安全性が高く数時間で元の水に戻る。そして実用化に向けた開発がスタート。まず実用化にあたって日本全国で各地水質がバラバラなの でそれを集めて分析していきました。で日本全国どこにおいても自分たちが目標とする除菌性能を達成できるっていう風な設計をやっていきました。
実際に電気分解された塩素濃度というものに対してどのように水回りに発育生息している菌が除菌されるのかということを検証しなければいけないということが私の使命でした。論文であったり学会発表を通じて今の私たちが作っている技術が正しいということを認めていただくような訴求活動も行っております。では今からタイルの汚れの残り方の違いとあとキレイ除菌水の効果をお見せします。一般のタイルと TOTO のタイルに汚れをつけ水道水で洗い流す。一見どちらも汚れがついてないように見えるんですが本当に汚れが残っていないのかっていうのをこれからお見せします。こういった形で汚れの残り方が違うのがご覧いただけると思います。この残った汚れに水道水をかけてもなかなか落ちないがきれい除菌水をかけると汚れを分解してこうやって溶けていくのがお分かりいただけるかと思います。このようにしてきれい除菌水というのは汚れを分解する効果菌を除菌する効果というのがあります。そしてこのきれい除菌水をトイレ自身が作り出す新製品が誕生。ネオレストハイブリッドシリーズとウォシュレットアプリコットは TOTO を代表するヒット商品に。中国、米国など海外でも同じ機能を持つ商品が販売拡大中だ。こちらが、ネオレストハイブリッドシリーズのトイレです。でこちらの商品の特徴としてはノズルキレイと便器キレイという機能が搭載されていることです。ウォシュレットも使用された後にトイレを出ていこうとしますと通常の便器洗浄動作を行います。その後にノズルを除菌水できれいに自動で洗います。そして最後にきれい除菌水で便器を除菌します。これらはお客様に対して見えるように動作を行うことによって安心感を得てもらうように考えております。洗浄が見えることで安心感を与える。これも女性視点から生まれた発想だ。今やものづくりに女性視点は欠かせない。 TOTO は開発から販売まで女性が活躍できる環境を整えている。東京のオフィス街に期間限定でオープンしているキリン一番搾りガーデン。お客様が運んできたビール、普通のビールとはどこか違う。アイスのようなユニークな見た目にカメラを向ける。夏に最高ですね。美味しいです。シャリシャリしてる。かわいいですよね。かわいらしい。これは生ビールの上にシャリシャリの泡をソフトクリームのように乗せたフローズン生。商品開発を行ったのはマーケティング部の田代美穂さん。まあ、今ビール業界としても若い方のビール離れというのがよく言われておりますが、そういったところに非常に課題を感じておりまして、何かこう若い方にも楽しんでいただけるビールを作りたいというところがもともとスタートです。今の若い方は直感理解というのが非常に重要になってきておりまして、例えばスマートフォンを買った時に説明書を読まずにすぐ使うようなところがあると思うんですが、まあくどくどとですね商品の説明をするよりも見た目のまず見た目でインパクトがあって飲んでみて食感が非常に新しいという点が非常に評価していただいてます。フローズン生は氷の泡で蓋をするのでおよそ30分冷たさが持続する。見た目だけではなく美味しさも追求している。このような発想はどこから生まれるのだろうか。例えば時代に敏感であったりだとか新しいものを、興味本位というところもあるとは思いますけど、新しい場所に遊びに行きたいとか行ってみるとやっぱり新しいインプットはあるので、それを仕事にアウトプットという形で還元していくというのはあるかもしれません。
いろんなこう会議だったり、いろんな打ち合わせの中で必ず私の意見を求めてくれたっていうのは当時の上司には本当に感謝をしてますね。こんな大きな課題を私に聞かれてもわからないって最初はやっぱり思ってたんですけれども、いろんな場所いろんな場面で必ずまず最初にそれを聞かれる、つまりちゃんと自分なりに考えを持っておかないと発言ができないってことにある時気がついて、それ以来こういろんな場面でいろんなことに対して自分なりに意見を持つようにはなりました。キリンビールという会社も非常にこう新しい発想というのを大事にしてくれる会社なので、あんまりこうちっちゃな枠にとらわれずに好き勝手と言ったら言い過ぎかもしれませんがやらせてもらっているというのはありますね。今の例がこのプロダクトイノベーションとプロセスイノベーションの効果が出ている、ね、ということですね、うん、まあ、特にやっぱりプロダクトに非常に明確に、まあ、業績に出ているので、例えば、まあ、キリンのフローズン生ですか、はい、まあ、あれ多分ね、普通の長年ビール飲んできた中年男性から見たらありえないっていう感じですよね。うん、最初に多分男性ばかりの開発チームでですね、最初にあの案を出したら失笑買って多分終わるんじゃないかと。そうですか。だから今までのビール文化と全然違うんですよね。だそういうものを提案できる新しいパワーっていうものをまあ考えているんだと思います。そのダイバーシティ経営のダイバーシティというのは多様性という意味なわけですけど、多様性ということはさまざまな意見や視点があるということですから、それを経営に取り入れるという意味でね、まあ今まで男性ばかり、それも同じような年齢の同じような家族か背景のね人たちが会議やってた、ここにいろいろな年齢やそれから性別が違う人、もしかしたら国籍が違う人、文化が違う人が入ると、こう求めるものや質問したいことだったりが違ってきますよね、はい、これがやっぱり商品開発にはすごくいいわけですね、うん、では次に、女性の感性は接客や営業の現場でも効果的に発揮されています。次に住宅メーカーの例を見てみたいと思います。住宅メーカー最大手の積水ハウス、東証のなでしこ銘柄に選定された。今女性の活躍推進を掲げ、女性の積極採用や研修、管理職への登用などの取り組みを進めている。そうですね、はいはい、あ、なるほど、はいはい、東京北支店の金森野生さんは活躍する営業社員の一人。成績的にはすごい、もうS級ですね。あ、本当ですか。すいません。フックス送りっぱなしがすごい多いとか大雑把、整理整頓ができるとか。今綺麗にします。数字上げるためにすごいいろいろ考えて、仕事早いですし、話す量はすごく多いですし、ついていくのが必死。明るくて元気ですよね。お客さんの懐の中にガッと思いっきり入り込んじゃうんでしょうね。もうガッと心を掴んで。あんまり、ま、人とお話しするのは好きだったんですけど、人と距離を縮めるのはあんまり好きじゃなくて、 でもこの仕事は人と距離を縮めないといけない仕事 で営業の仕事をしているうちに営業マンみたいになっちゃいまして、もうれっきとした営業マンなんですけど、あんまり考えなくてもなんかだんだん自分になっちゃったんでしょうね。今日はお客様の現場立ち会いの日、移動には電車やタクシーなどを使う。移動中に、まあ、タクシー使うメリットは私なんかちょっとそこにもあるんですけど、プランを書いたりとか、メールを送ったりですね、iPad も支給されてるので、そこでメールの処理をしちゃったりとか、電話連絡を済ましたりとか、まあ、精度ももちろん上げていかなきゃいけないので、移動時間もできるだけ無駄なく。今これから大工工事に入る前の段階ですね。骨組みが完了して、配線工事が終わった状態ですね。建て方が完了した時期ということで、現場監督が現状の説明を行う。お客様に理解できていない点や不安がないか、営業の視点で見極め、現場監督と連携して進めていく。結構ここで一番
って言われるんですけど、出来上がるとすごく広く感じる。まあ、女性どうのこうのいう話ではなくて、もううちの会社の、まあ、戦力としてですね、やっていただいていると。私も同期として非常に刺激を受けますし、現場管理の方でもですね、彼女に負けないように頑張らさせてもらってますので、まあ、そんな印象のある女性だと思います。みんなのこういう家にしたいっていう夢を全部吸い上げて、本当に全部書いてくださって、でそれから一から全部仕上げて、金森さんがこう作り上げていってくる、一緒にね、本当に。それで女性目線なので、動線なんかもそうだし、本当に私たちが家事がしやすいようなことをこうふにしたいふにしたいって言うと、ね、全部取り入れてくださって助かったね。早く、ね、そう言ったことがすぐ即決。なんか親戚みたいよね、もうね。そうですね。活躍している姿はロールモデルとして若手を引っ張り、会社の原動力となっていく。家を作れれば、そこに住む人たちが心豊かに暮らしていける、そういう住まい環境を作れる仕事だなっていうところが一番いいかなと。他の人に負けないようにっていうのは常に考えてやってますね。例えばその多分営業の仕事って結構キリがなくて、1から10やって、10やれば契約するかって言ったらそうでもないですし、まあ、2やっても契約できる場合もあるし、私はできるだけ10やれるような形で頑張って動きたいなっていうのは思っていて、でもまあ目いっぱいやってることによって自分のキャパもどんどん広がっていくと思いますし、広がってから今度は自分が何をどういうふうに、まあ取捨選択していけばいいかっていうのを考えていけばいいかなと思ってるの で今やっとちょっと広がったところぐらいだと思うので、これからもう少しまた取捨選択していきたいなと思ってます。今登場した女性の言葉にもありましたけども、なんかこう自然にやってるうちになんか営業マンになっていたっていう、そのなんか力の抜け具合といいますか、なんか男性だとすぐに目標は何件だとか、なんか前年期何パーセントアップとか、なんかそういう、こう力が入っていたり、イケイケどんどんっていうところがこう強く見えるんですけれども、なんかその女性のしなやかさというのがこうとてもよく見えて、それがこう営業につながっているというのが良かったですね。素敵な、ね、女性が今日はたくさん出てきて、すごく私も拝見してて嬉しくなりましたけれども、やっぱり女性たちに与えられている選択肢が良くも悪くも多いですから、その選択肢の中で自分がこうやるぞと決めていって前に進み始めると、そこで楽しいこう体験というのがいっぱい出てくるんでしょうね。やっぱりお客さんがね、ああいう形でこう評価してくれるわけで、はい、お客さんが自分の仕事を評価して喜んでくれるって、うん、やっぱ一番嬉しいんじゃないですかね。どん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 そんなことが続いていくと、仕事好きになっちゃいますよね。いくつかの例を見てきましたけれども、やはりこう女性だからこそ実現できた仕事の内容だとか商品開発方法っていうのがたくさんあったなという印象がありますね。今経営取締役会にも女性をなんていうことで、ガバナンスの面からも女性ということが言われていますけれども、これはつまりは性別ではなくて違う視点を持って経営をきちっとしましょう、はい、それから商品開発もサービスもいろいろな視点で立てる人がいる方がお客さんも多様になっているわけですから、より良いサービスが提供できるでしょう。このやっぱり売上につながるとか、株価が上がるとか、投資が増えるとかっていうところにつながっていくことがやっぱり一番のキーポイントだと思いますね。今東証でね、なでしこ銘柄という女性が活躍している企業の銘柄を指定しているわけですけども、まあ、それはこう株主に訴えてますね、うん、今まであんまりそういうことって、うん、多分会社はやってこなかったと思うんですけど、でその株主からどう見えるんだろうかというと、やっぱり女性が活躍している会社というのは時代の変化に対応できる会社だと、つまりそういう意味では持続的にこう成長できる会社だというふうなイメージにどうも映ってるようなんですよね。まあ、そういうそのダイバーシティをもっと本当に積極的に経営者のストーリーに仕立ててですね、もう株主にもですね、お客さんにも発信していくっていう、そういう経営がまあダイバーシティ経営だと私は思うんですけどね、はい、今日は貴重なお話どうもありがとうございました。趣味の延長になります。家庭とは違う目標に対してできるっていうところで、
やりがいの一つっていう感じですか。自分が役に立っているっていうことを認識できる場かなと思ってます。あんまりこう経理をもらってやってるという感じではないですけれども、非常に楽しんでやってます。成長の場ですかね。そうですね、成長の場かもしれないですね。さまざまな分野で輝く女性たち、その力はイノベーションを巻き起こす。我々はグローバル社会を生き抜く一筋の光を見出した。日本の未来は輝いている。